ふにゃ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 。待機中です。これから収録があるんですけど、今待機中です。今ね、待ち時間、これってどこにいることは、ですよね、って感じです。何の収録かはね、またお楽しみにって感じなんですけど、はい、今は待ってる、これからです。お、そのちさん、ありがとう。たまるさんも。みんな何してますか今。お仕事かな。お仕事だよね、きっと。見て、なんかかわいい、この衣装かわいい。ん、え、なに、かわいい、かわいい、この衣装かわいい。ん、え、なに、かわいい、かわいい。え、静かにしてくれ。これ、これ、これ。みんな仕事中ですよね。でも、今もう4、5時だから、あれかな、帰ってるかな。明日、オンライン話し会です。お待ちしてます。ありがとう。お、すごい、ひろまるさん、1週間疲れた、お疲れ様。ひろまるさん、ありがとう。あっちゃん知ってる？もちろん。前田さん、コーヒーブレイク中、いいですね。私も今待ってます。待ち時間、そう、今日までテストでした。お疲れ様ですね。そんな繋いで見てると恥ずかしい。いいね押してください。ただ垂れ流してるだけだ。今日は休み。あ、そうなんだ。お仕事終わった。ピアスかわいいね。かわいいよね。すごい。アッパレラジオいつも最高、ありがとう。テレ東、テレ番組終わって寂しいよ。あ、テレ東最近聞いたよね。雨ね、雨すごいよね。今日はだから雨に強い靴履きました。レインボースニー、レインボーおしゃれ靴。笑顔でピース。そう、ピアス開けたの。開けてない。開けてるように見えた。最近配信多くてるし、でも本当にゲリラ配信で空き時間だあるからやってみようって感じのノリでやってるからね、ちょっとあれだと思うんですけどね。リップはラカのやつ、ラカの最近何回も紹介してるやつで、そう、レインボーおしゃれ靴、あの雨の日に履ける長靴ではないですけど、雨に強い靴あるじゃないですか、雨専用の靴、それのおしゃれなやつ。レインブーツ。宇治さん、ありがとう。
バムス TVer で配信されてて全話見ました。え、嬉しい。私も今日は一つなんか見ました。なんだっけ、いつか、あ、待って、来ないか、来るかな、怖い、呼ばれたら終わるんです。あ、え、ここじゃないですよね、違う違う、多分違う、違う。お、すごい、宇治さん、ありがとう。そう、待ってます。なんかできないかな。N ちゃんがいたらね、いいですけどね。あ、すごい、宇治さん、ありがとう。ねえ、ちょっとですか。すごい、いたずらの人がいます。いたずらさんがいます。映しますよ、鏡越しに。何今の妨害。映しますよ。そんなことした、あ、びっくりした、ゆいのこと、え、見てませんよね。違うアイドル見て、違うアイドル見てる、違うアイドル見てるって言われました。もうずっとかやかしてる、画面がかやかしてる。いたずら、いたずら、あの反撃レベルが、そう、え、でも他のアイドルが好きなの言っていいですよね、誰なの。うん、他のアイドル好きなの、全然うち、うん、私のマネージャーさんは他のアイドルさんが好きなんです。この野郎。こうやって、かいつもこうやってやってます。でも、私が一番なんで、私が一番だけど、そうって感じ。ひろまるさん、ありがとう。他のアイドルとは、私、いや、なんか本当に詳しすぎて、詳しすぎる。そう、そうなんですよ。私がさ、こんなに近くにいるのに、私なんかじゃなくて他のアイドルさんの方、いつも可愛いって言ってる。しかも待ち、めっちゃ言っていいの、宇治さん、ありがとう。宇治さん、きっと研究だよね、だって。それ照れ隠しやろって言ってますよ。全く全くだって、本当に、そう、本当にそうなの。私のことは全然何とも思ってません、本当に。ツンデレかって言われてる。ツンデレかって言われちゃった。ゆいゆい以外押せないって。え、ゆいゆい以外押せない、ゆいゆい以外違う。誰が、いや、コメントくれてる。あ、そういうこと、うん、ゆいゆい以外押せない、ゆいが一番、ありがとう。みんなはね、そうだよね。ありがとうございます。マネージャーの鏡だって。そう、まあそうですよね。逆にね、緊張しちゃうもんね、あんまり自分のことが好きなファンの人をマネージャーしちゃったら。マネージャーになりたいわ。
マネージャー、ご応募お待ちしてます。ご応募してます。いやゼストのリクルートサイトから、リクルートページからゼストのリクルートサイト、おお、ゆきおさんありがとうございます。人手不足どうなんだ、優秀な方がいればぜひ優秀な方がいればぜひ私のもね、マネージャーじゃなくてもいろんなタレントさん他にもいるしね、うん、ぜひ。中途採用 OK です。中途採用 OK ですだって求人募集、転職します。本当に自分がやりたいことでいいよ。坂本くんありがとう。必要なスキルは詳細見てください詳細見てください。シドさんありがとう。テスト応援してください。頑張ってね。あ、私が見てない、よかった。何歳なんでしょう。マットさん、ありがとう。すごい。バラがたくさん。バラね。すごい、バラね。なんかね、すごいバラが止まらない、バラが止まらないすげえ、マサもありがとう。バラが止まらないよ、これすごい。なんかさ、結婚ってか告白する、結婚だよね、愛の告白とかするとき、バラをいっぱい持ってなんか告白してるの見る、写真とかで今そんな気持ちになりました。ありがとうございます。りんちゃんとは会えてないです。まあ、レインボーボールのつか、100ハーポンで結婚してくださいって意味だよ。だって、あ、そうなんだ、知ってました。今何本だった分かんない。いや、200何本でした超えてんじゃん。超えてる。そうなんだ、打率最近合ってる。合いました、ちょうど合ったよ。そう、アイスいっぱい、ルーマの時の歌い始めすごい、クジラありがとう。またマさんがお花をくれてる、ありがとう。今回ちゃんと最近やってる、会えてないなぁ。いい気分で、なにちゃんに会ったら一番好きな歌教えてください。やっぱりね、夏はね、青と夏が好きだし、でも西野カナさんとかもすごい好き。ペディキュアマネージャーさんが言っていいですか。マネージャーさんは、あ、大地さんありがとう。ペディキュアって曲が好きらしい。ありがとう。すごい。なんかすごいの、すごかった。お、すげえ。ね、青いペディキュアって曲知ってますか？その曲がマネージャーさんは好きらしいです。私はもちろんその曲も聴かせていただいて、もう。
私はもちろんその曲も聴かせていただいて、もうあのいいですねってなったんですよ。すごい爽やかでいい曲だなってなったけど、私はちゃんとポニッシュをね伝えました。ポニーテールとシュね、スワンさんありがとう。洋服はまた詳細を送ります。あの夏のパクってる、青いペディキュアとあの夏の防波堤パクってる。そうなの？あ、AKB のあの夏の防波堤って曲があるんですよ。ソワンさんありがとう、ね、似てます？あの夏の防波堤から押し出され泣き聞こえる裏にないつも誰のぬのりずっと口ずせる君のこと好きすぎて。どう似てます？上手だね。上手じゃない適当に歌ってるから判断しないでほしい。あ、青いペディキュアとあの夏の防波堤の感じが似てるらしいですよ。絶対たまたまだけどね。そう、でもね、あの夏の防波堤もいいんです。絶対好きですよ。じゃあペディキュアさん好きだったらあの夏の防波堤もね。あの夏の防波堤上手だねって、これすごいバカにしてます。うまいうまい、すっごいバカにしてます上手なんてめったに言いません。ローザありがとう。意外と呼ばれない。いや、でも次のブロックで。そうですね、もうすぐですよね。いい歌が上手くなった気がする。あの、今の全然反対基準にしちゃダメです。うん、ねえ、なんか送ろうとしてる。ジャムズって言ってる。ジャムズコレクションって。私もだからマネージャーさんがおすすめしてくれて、いろんなステージ、アイドルとかなんかライブに見に行こうよって感じで、あの他のね視野をより広げるためにっていう。積んじゃったおすすめしよう。あ、でも恋積んじゃった踊ってますよ。ねえ、踊ってますよ。いいよ、踊れば踊れば。間違えて自分映さないように気をつけてください。ねえちょっと、いいところやめてください。ねえ、見たかったのに。上手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 、見てもないのに上手って。いいところで面白いねえ、鏡越しにこれさ、画面逆にして鏡越し映したい。いや、マジで絶対嫌がるから。ピアスどこのって聞いてるよ。え、ピアス、え、わかんない、どこの、わかんない、わかんないんかい。クレジットをね、またこの収録の放送された時に載せますよね、多分載せます。ここかな、イソラでしょ。ありがとう。ありがとうのマネージャーさん。お洋服、お洋服どこなんだろう。
ピアス開いてないよ。え、クレジットにマネージャーさん乗るの？どういうこと？違う違う、あのイヤリングのクレジット、クレジットって伝わらないか。伝わります？ん？イヤリングのクレジット、クレジットってブランドって意味ですっけね。違うか。あ、そうですよね。ぼちぼちかも。ぼちぼち？ブランドって意味ですっけね。違うか。あ、そうですよね。ぼちぼちかも。ぼちぼち？ちょっと行っちゃってみて。え、その大丈夫ですか？じゃあぼち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 っていうかもうすぐなんで行ってきます。みんな急な配信ありがとう。またね。